481年頃のガリア・ローマ人領、フランク人、アラマン・二人、アルモリカ・ブルグント人西仕事を国ソワソンの戦いは、西暦486年、クロビス率いるフランク族とシアグリウス率いるソワソンタンクとの間に起こった戦いである。戦いは、フランク族の勝利に終わり、以後フランク族がガリアに覇権を確立する資金石となった。 シアグリウスはガリアにおける軍司令官だったアエギリウスの息子で父がローマ帝国の大官を追放して横領したロワール川とソンムの間の地域を維持し476年から480年にかけての西ローマ帝国の最終的な崩壊の時代において帝国から独立した独自の支配領域の長としてドゥクスを名乗っていた人物である。ソワソンは ゲルマン民族の大移動の時代にあって、なおその基盤は安定していたが、同時に彼らの北東の隣人であるフランク族にとっては誘惑的な地域でもあった。フランク族の領域はローマ文化のほぼ及ばないライン、川東北岸にあり、その広さはシアグリウスの領域とほぼ同程度だったが、内部は小王国に分かれていた。それでもクロビスは、 なんとかシアグリウスの軍隊に十分対抗しうる。フランク族を集め、場所と時を告げて、シアグリウスに挑戦した。トゥールのグレゴリウスによると、この時、フランク王の一人キャラリックは、軍を率いて進軍してきたものの、勝者との同盟を望み、戦場からは離れていたと伝えられる。戦いは、クロビスとフランク族の決定的な勝利に終わり、シアグリウスは、 西郷都族のアラリック二世のもとに被護を求め、逃走したが、アラリック二世は、戦争をほのめかして、引き渡しを要求するクロビスに応じ、シアグリウスを捕らえて、フランク族に引き渡した。クロビスの前に引き出されるシアグリウスこの戦いの結果、フランク族の領域はほぼ2倍に拡大し、その境界は、ロワール川の北に行ったり、西郷都族の領域に隣接することになった。 最終的に西郷都族は507年の部への戦いに敗北し、ピレネー。この後、クロビスはキャラリックに対して兵を起こし、彼とその息子を捕らえ、啓発と聖職に就くことを強制する。グレゴリウスによると、キャラリックとその息子が力を蓄えて再起する胸について交わした密談が、クロビスに報告され、クロビスは彼らを処刑し、 彼らの王国と財産を併合したと伝えられる。ありがとうございます。